はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー7リメイク続きやっていきたいと思います。まあ、今回もね、前回の続きからやっていきたいと思います。今度は5番魔航路が、なんたらって言ってましたけど。さあ、行こう。ティファ、力を抜く。緊張してるだろ。ありがとう。よし、行こう。お、仲間の装備はパーティーを離脱する時も変更します。状況に応じて必要なマテリアやアクセサリーを付け替えましょう。はい、右だね。合ってるよな。機能整備したバイク。これすげえっすよね、こんなんね。クラウドさん、あなたは想定以上の逸材です。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。お、風。在庫が1個。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。今日は特別ダイヤじゃない。もう耐えられない。いいわ。息子が町を出るなんて言って旅立って行ったんだけど、忘れ物がいっぱいあるの。届けてあげなくちゃいけないわよね。なんもないんかい。あ、いた。おう、列車が来たらそっからが作戦だ。準備はできてんだろうな。ビックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと今日もやめたら悪いのは死ぬ。シレッとしてろ。ん？アバランチとの絆。なんか文、これなんかね、本家と分家みたいな感じになってるね、アバランチね。そんなんだったっけ？なんか前どうだったっけなと思って。結構変わってるよね。神羅カンパニーより乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコール。駅からは市街地の裏道を抜けた。マコール内に入っちまえば、あとは1番と同じ。マコーダマリを目指す。ハゲ、ドカンとかましてやるぜ。JC とエッジの分まで俺らでやり遂げる。あ。お客さん少
少ないね。爆破予告のこと、ビックスの予想より早く広まってる。固まってると目立つか。お前らはここにいる。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああすぐ戻る。ありがとう。お、マトリア。君はこれでも擁護するのか。アランチなんて。ああ爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、新羅社員は戦うよ。マコールを止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？なの？特にない。ふん。あんたはどっしり構えてろ。じゃ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 んじゃ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 んだ。光物大事だよ。回復のマテリア。文句はないんだろ。ニットガルを維持するだけで日々相当な魔法へ。隣に戻っとけ。ティファのそばにいてやれ。あれ、ティファいない。臨時 ID スキャニング中です。どうして。なんだ。臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。うわぁ。車両の基地局に移動。約3分後、この車両は隔離されます。とにかく前の車両に。立ち止まるんじゃねえ。前の車両に行く。やばい。その前に、ちょっと破っとこう。助かりてえならちょっと早く
言うつもりだ。そこならきっと安全だから。私は神羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 処理者3名の確認を確認。相当フェーズに。ソルジャー様の言う通りってか。仕方ない。ん？駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。行けるか。大丈夫。ちょっとまた大変なことになってますけどね。なんかアイテムあるかもしれないね。クラウド、どこ行くの？バレット、無事だよね。こっちじゃないよね。あまり歩き回ると迷っちゃうよ。こっちじゃないんだ。なんかアイテムあるかなと思って。ないか。でもなんか横のドアあったよね。ありがとね。さっき飛び降りるから平気だ。
軽かった。何それ。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。なんかいる。高速で電車来るよね。プラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔法路を目指すルート。今は予定から外れちまったが、抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔法路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ E まで。ついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからな。あっちだね。五番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて
少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。さて、こっちでいいのか。なんか長いな。しかし目印はシンラの犬の絵だ。壁気にしとく。犬中堅スタンプ。やつの鼻が向いてる方に五番魔法路への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。死ぬぞ。気を気負いすぎるな。おう、任しとけ。そのままへばってな。逃がさねえぞ。やっぱおう、引っ込んどけ。下がっていこう。引っ下がい。こっちだな。えいっ、沈め。ここで仕掛ける。ここまで。マコロは青信号の先だぜ。ここは？あ、なんかいる。いやだと、あ、宝あんじゃん。のペンダント。信号の色ちゃんと見とけよ。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。
エーテルがあるね。お、MP が回復。ボール固定けど気のせいかな。あとは先だ。そうか、よし、結構いい時間になってるけど、まあ、もうちょっと行こうかね。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道、目印の通りに進もう。マイクスはまずい。成長した。どうだろう。
昆虫パークでも作る気かよ。こっちだな。沈めた。なんか奥にやばいのみんな。それ。どけ。落ち着いていけ。おう、引き込んどけ。はあ。まだそっちはどうだ。行くよ。ここで決めよう。ということで、まあなんかありそうですけどね、ここら辺だけちょっと調べて終わろうか。結構時間来てるんでね。自販機結構慣れてはきたんですけど、まだまだなんで頑張ってやっていきたいと思います。ワレット装備しないとね。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。